にちは、ピアノの五十嵐薫子です。私は東京に、生まれて東京でずっと勉強してきました。そうですね、6歳からピアノを始めたんですが、おじいちゃんがとっても音楽が好きな人で、まあ、家族みんな音楽聞くのが趣味だったんですけど、おじいちゃんの前でピアノを弾いたらなんかすごくいつも喜んでくれて褒めてくれたので、調子に乗っていたらここまで来てしまいました。いろいろ国際コンクールを受けたいなと思っていたんですが、ちょうどこの募集を見た時に、まあすごくこう独特だった点がいくつかあって、でその中にこう私がソロだけでなく室内楽もすごく大好きで取り組んできたんですけれど、それもセミファイナルに入っていたっていうのと、そのアーティスティックプロジェクトっていうのもセミファイナルにあって面白いなと思って、なんかスイスにもとっても行ってみたかったので縁があるような気がして申し込んでみました。私はアーティスティックプロジェクトは最初本当にこう、まあ、もちろんテーマとかも決められているわけではなく、それぞれが今後何をしたいかというようなことを発表するというものだったので、テーマを絞るのにまずすごく苦労して、でも私はその大学院の修士課程でリストの編曲作品について書いていたので、それをこう Zoom のセッションでコーチにお話ししたら、いいんじゃないみたいな感じで言ってくれたので、まあ、どうにかなんか形になって、本当にまあやや大変だったんですけど面白かったり、そうですね、コーチたちといろいろお話しできたのも私にとっては新しい経験だったので楽しかったです。着いた時に、ここに人が住んでるのっていうようなお城みたいな場所で、門も大きくてすっごく綺麗な湖の、もうほとりというんでしょうかね、もう湖に面して立っている大きな大きなお家に住ませていただいて、なんかすごくコンクール中なんですけど、それももう忘れるようなもう穏やかな気持ちに毎日させてくれるお家と、でそしてその温かいホストファミリーのお母さんも本当にとってもいい方だったので、毎日なんだか別世界というか夢のような時間を過ごしています。本を読むのもとっても大好き であとはそうですね、まあ、もちろんいろいろ面白い動画とかお笑い動画みたいなのを見るの好きですし、あとお酒を飲んだり、あとは近所の公園でジョギングしたりするのも大好きなので、まあ、一番私の理想的な休日としては、おいしいものを食べて本を読んで、まあ、いっぱいお昼寝をして、夕方走りに行って、帰りにお酒とおつまみを買って帰って、お家でゴロゴロするっていうのが私の趣味というか理想の休日です。